今年10月、岡山県の中国自動車道で、ラックから落ちたスペアタイヤに大型トラーが乗り上げて横転し、巻き込まれ、親子2人が死亡した事故で、トラックの2スペアタイヤを固定していた金属製の具を調べたところ、錆びて破断していたとが捜査関係者への取材で分かりました。固定の状況には点検の義務がなく、警察、メーカー側から話を聞くなど劣化の状況を調べています。今年10月、岡山県市の中国自動車道で大型トレーラーが手いたタイヤに乗り上げて横転し、直に同じタイヤに乗り上げて車が故障し、肩に避難していた広島市の49歳の女性、大学4年生の21歳の長女が巻き込まれ、死亡しました。警察のこれまでの調で、2台が乗り上たのは、事故の前に上を通ったトラズから落ちたスペアタイヤだったことがわかっていますが、捜査係者によりますと、トラックの底にタイヤを固定する金属製の器具を調べたところ、錆びて破断し、タイヤごと落下していたとが新たに分かったということです。タイヤの固定状況については、法律によ、点検が義務付けられていません。警察は、月が経つうちに金属が錆び、破断したと、で、メーカー側から話を聞くなど劣化の